ロク、はい、今日の飯お前ちょっと水多すぎて柔らかすぎじゃねえかよ。すみません。何遍言ったら分かるんだお前。飯ってのはな、芯が残っちゃいけないけども、シャキッと歯応えがあって硬い具合がちょうどうまいんだよ。はい。それとな、この味噌汁お前知ってるだろ。俺みょうがダメなの。すいません。いや、めぐみさん言ってるんじゃないんです。いえ、作ったの私なんです。ご飯の炊き方、固めがいいか柔らかめがいいか分からなかったんで、みょうがもすいません。いや、すいません、こっちこそ買っていまして。おい、おい、すいません。しんちゃんのバカ。あら、バカ。ご飯が固かろうが柔らかろうがそんなのどうだっていいでしょ。味噌汁だってね、嫌だったらみょうがそれ食べなきゃいいじゃないの。そんなことよりも、もっと大事なことってあるんじゃないの。どんなことがあるのよ。まだ分かんないの。あれ、座れよ座れよ。もう嫌だよ。嫌だってどうしたんだろ急に。髪の毛だよ。髪の毛黒くなった。おまなこ、どうしてお前。しんちゃんも言ったんじゃないの。この落ち着むからには茶髪やめろ、厚化粧やめろってさ。ごめん、悪かった、すまん、こう止めた、勘弁してくれ。いや、な、いや、いやって、お前、お前、ああもう、あ、ちょっとこっち向いてみな。おお、綺麗じゃないか、お前。こっちの方がはるかに美人だよ、お前な。化粧したのがはるかに美人だ。バーカ、今さらお世辞言っても遅いんだよ。お世辞なもんか、この目見てるマジだよ。綺麗だよな、ロクな、綺麗だよな。しんさん、俺に振らないでくださいよ。ロク、ナナコ、しんさんの言う通りなかなか綺麗だよね、ね、綺麗ですよね。うん、綺麗だな。なかなか綺麗だ。そうなってないぞお前。はい、左見て、真ん中見て、右見てごらん。新さん。うん。このいくら、いくら？新さん、このなめたけ、なめたけ？今日の味噌汁。妙な味がするな。いや、恐れ入りました。参ったか。ああ、便出てきた。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 